なんか誰、うん、姉さん使い、姉さん、あ、飲んでませんよ。あ、飲んだかもしれない。そうですな、忘れてる、記憶喪失。皆さん、今日 R30 のトークテーマはタイプですね。何か自分のこういう人がタイプとかありましたら、はい、メッセージを寄せてください。あと20秒なんで、はい、それからかな、はい、お届けした曲は、ね、キープスリーですでした。これすぐ止まりそうだな。お知らせもあった。2月4日いくよ。お届けした曲はシェアでキープスリルス。さて、お知らせの後は昼からチアーズのコーナーになります。セブンブリッジ。あ、これ CM？ うん、CM。 今日フリートーク、過ち？間違ったこと、何でした？過ちね。いいね。過ち。ちいさん、今年も黒くなろう。ね、ほんと。じゃあ、あれからね、ビールの音から。はい。昼からチアーズ。さあ始まりました、昼から乾杯のコーナー。このコーナーは午後も元気出してテンション上げてこうということで、お昼からノンアルコールで乾杯しながら世間話、心境報告などを楽しくお話しするフリートークのコーナーです。イエーイということで、今日はどういうことをね、喋ろうかなって思ったら、過ちとか、なんか失敗とか、あ、もうダメ、もう死にたいみたいな、死にやっけ、やっけ、死にやっけみたいなね、死にやっけでいこうとかね、出来事をちょっとなんか話したいと思いますけども。いいですね、過ち。なんかありました最近とか、まあ過去に、もうこれはもう恥かくぐらいも恥ずかしかったこととか。私ありますね、最近ですよ。姉さん、ありますね、身近で、ね、身近で最近ですよ。最近ありましたね。何ですか最近。最近は私びっくりしましたからね。あのですね、何姉さん、グループ LINE をね、モアイ仲間で作ってるんですよ。13名ぐらい入ってるのかな、グループ LINE の中に。そしたらこの、なんていうのかな、告白的な、いやいや、告白っていうか、告白、あの告白じゃないですよ、恋愛の告白じゃなくて、告白じゃないんですよ、人に対してなんていうのか、うん、まあ、真剣に話さないといけないことを個人的に送るつもりだった LINE をみんなにガッて送って、一斉送信てか、このグループ LINE に送ってしまったんですよ。そしたら、うん、まあ私は、もう一回見てから、はっやばいみたいな、はみたいなね、一回もう伏せました。あの、お友達も一回伏せたみたいですよ、私のこれ見て。うん、伏せました。みんな伏せるの。みんな伏せる。やばいみたいな。みんなで伏せるみたいな。私は爆笑してましたけどね。いや、別にそういうね、変な内容ではないんですけど。うん、変な内容。みんなが分からない内容。いや、分かる人は分かるんじゃないですかね。そう。意味深。そう。これはよ、もう私の死活問題。これが過ち。過ちっていうか送信ミス。単純に送信ミス。まあでも本当にね、今分かる人みんな今笑ってるよ。分かってるね。まあモアイ仲間も聞いてるでしょうからね。うん、はい、内容気になるってきましたけどもね。ナーミンさんからなりますよね。マジで気になりますよね。いや、もう別にそんな、なんですかね。うん、
って、うん、そこから攻めないで、そこから攻めないで、そこから攻めないで、そうそうそう、送信間違えは本当に怖い。うん、確かに、ね、怖いですね。ない？ない？あ、うん、なんか超たまにあります。うん、最近長州もやってたさ。そうなんですか。あ、やってましたね。長州も。長州、長州も。萌え仲間なんだけど。萌えの仲間もね。個人に送るのをみんなに送る。みんなに送ってたっていう。二の舞って入ってきましたよね。そう、二の舞。私の二の舞みたいな。二の舞三の舞ってなってましたね。三の舞になってたね。まだ言ってましたけど。流行ってるのかな。過ち？過ち。うん、あ、え、ちょ、なんていうの、内容にもよるけど、あの、いろんな、マジやばい内容、やばい、やばい。もう今、ダメですよ、まあ、みんなが気になるから、もう内容はもうさらっと流してください。違う違う違う、その内容じゃなくて、内容によるというか、そうそうそう、過ちの、うん、うん、そうそうそう。内容にもよりますけども、まあ、今ってさ、グループとか LINE っていっぱい作ったりして、うん、一気にいろんな人とも LINE のやり取りしてるから、誰が誰に今誰とやり取りしてるかっていうことが分からなくなって、確かに、普通に送ったつもりが、ああみたいな、この人に送ってるとかも結構あったりしますもんね。うんうんうん、私 YC に間違えて送ったことがあったんです昔。誰に送るつもりだったやつを YC に送ったんですか。お前浮気してるのかって言われました。ちょっとじゃあ男絡みの、あ、違う違う違う、男絡みじゃなくて、じゃなくて友達、あの男友達、あまりうちの主人って、うん、主人がいるときに電話するのとか嫌がるんですよ、うん、うるさいと、はいはい、だからじゃあ今日の夜いないから電話ちょうだいっていうのを友達に送ったつもりが、うんうんうん、Y 氏に送ってたんですよ。あ、もう、うんうん、あ、Y 氏いないから。そう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 。名前で。3年ぐらい前の話ですけど、ね、あ、そういう間違い。間違いがあった。そうそうそう、私一個ありますよ。ポケベル時代の学生時代なんですけど、まあ、この元彼とやり取りしてたんですよ。うん、で、そしてもうちょっと飽きてきたんですね。元彼のことを。で、この女友達に、なんかもう最近気持ち悪いな。気持ち悪い、別れたいやつだみたいな内容のメールを友達に送ったつもりが元彼に送ってたんです。うわあ。ポケベルで。ポケベルで。電話で。電話から。電話からポケベルにこう文字になって。そしたらはみたいなの来てて、もう。やばいやばいみたいな。しかも。ぜーあぜーみたいな、あ、でもなんか分かる気がする。一気に冷めましたもん、気持ち。分かります、うん、気持ち悪くなるよね、うん、そう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 、話変わるけどね、うん、ああいうの気持ち、そうそうそう、気持ち悪くなりますね。あ、気持ち悪くなる、もうなんかもう何、着信見るのも嫌みたいなね。そあ、でも相当ですよ、嫌になったら。そうとことん嫌なのにとか言う、あ、もう嫌なのにみたいなね。そうそうそう、もう私はでも言えない、うんうん、気持ち悪いから、あ、もう違う方向に、なんていうのかな、まあ、傷つけない程度に、余計傷つくよね。でも ですよね、うん、そういうのがちょっとあんまりダメなんですよ、自分の悪いところなんですけど、ね、でも送っちゃって正解だったんじゃないですか、うん、あ、逆に、そう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 、別れたでしょ、別れた、別れたんですけど、我が速攻で、あ、そこまでっていう。YouTube はないの、YouTube は自分の過ちはですね、うん、なんか過ちですよね。うん、自分名古屋に住んでた時あって、うん、でなんかなんだっけな、仕事かなんか東京に行ってて、うん、東京から帰る時、名古屋に帰る時にね、パッて起きたら石川県にいたんですよ、ね、は？なんで？わからないです、うん、まず石川県どこここみたいになって、うん、とりあえず反対車線、反対駅に行けば帰れるじゃないですか、うんうんうん、下りで、うん、でとりあえず反対駅に行って名古屋下りで帰って、はい、でパッて起きたら、うん、静岡にいるんですよ。なんでなんで、ね、だからなんでそこにいる の酔っ払ってんの。いや、もう死に、めっちゃ眠くて、あ、迷わされてない、なんか、え、は、何、電車で寝てしまった。あ、電車で、あ、そういうこと、くだらない過ちです、はい、なんだか。開き直るな。そう、要は東京から名古屋、うん、あ、東京、石川、うん、静岡、名古屋って帰りました。へー、これさ、はい、開通してるの、この一直線で一本で行ける電車あるの？一本で行けますよ。そうなんだ、うんうん、へー、それを怖い、ね、めっちゃいろんな旅したっていう、旅したっていう、はい、でも、ね、寝てたっていうね。一応ちゃんと帰れました、最後。あ、よかった、はい、ありがとうございます。よかった、大丈夫。なんか行方不明なるの多くない？行方不明多いですよ、俺3週間4週間ぐらい前に、うん、覚えてる？
普天間で飲んでた時、行方不明になってびっくりしたけど、誰と行方不明になってるんですか。わからない、この男は。いや、急に行方不明になる。あれはただ単純に携帯が、はい、もう今寿命なんですよ、はい、でもうすぐバッテリー切れてしまって、うん、もう誰にも連絡取れんみたいな、うん、でまあ行方不明。じゃあ その前に、うん、姉さんどこなうっていう LINE が来てたんですよ、うん、あ、その後に。そう、その後に途切れてるから、怖い、ね、大丈夫かみたいな。怖い怖い、怖い。そうそうそう、さらわれてないから4時半ぐらいまで探して。あ、朝。そうそうそう、そんなことありましたね。ありましたね。結構行方不明、まあ、長いお付き合いですからね、うん、いろんなことありますけど。いろいろと、いろいろとね。自分の過ちはまあ、あの、行方不明、行方不明、はい、大丈夫。朝起きたら違う女が隣に寝てたとかはない。あ、たまにある。嘘。嘘なの。嘘でしょ。あの、待ってよ、あのリスナーさんにね、女性 の、はい、あのリスナーさんもいますからね、ゆちはまだ恋愛はしたことないっていう28歳ですけど、あの、それで通したいと思いますので。童貞の天使、童貞の天使、はい、そろそろ神様になりたいなっていう。神様。30歳になったら神様になれるよ、きっと。そう、メイビーメイビーメイビー、頑張ろう。はい、ナミンさんから、病気か、病気かもしれない。チェリーユーチ、チェリーユーチ、プリンスユーチからチェリーユーチ。ウケる。まあ、それ定着させていきますか。あ、そうだね。まあ、事実ですからね。事実ですからね。うん、一応前髪の感じもチェリーっぽいから、ね。やったことないの？マジでやったことない。うん、本当に、うん？びっくりする。昼からすごい話。一応さ、みんな欲求不満じゃない。大丈夫。待って、どっからがやるになる？やる？中？中は やるとか、中はもうなんか挨拶？中は挨拶。外人さん、外人さん。なんで？中は挨拶？中は挨拶。ヘローみたいな。ヘローみたいな。私ね、手をつなぐのが結構中よりも。ワンランク上な感じがする。そうだね。そう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 。うん、これでしょ。これでしょ。なんていうの。握り合うみたいな。恋人握りみたいな。中って何の中？ベロ中？ベロ中じゃない。ベロ中じゃない。ベロ中じゃない。カル中？カル中。中みたいな。うん、そう。あ、それはまあ可愛い。中ってさ、まあまあ普通に女同士でも中とかやるさね。うん、でもこの手つなぐのとかってやっぱりもうちょっと。あ、親密な感じ。親密な感じ。だってさ、あのちょっと汗とか出てくるさ、手から緊張とかしたら、うん、そういうのが伝わるさ、なんか心臓、この脈を、脈が伝わるっていうか、体温とか。体温とか。あ、そっちの方がなんかまだワンランク上な感じ。確かにそうですね。大丈夫？手はつないだことある？手ありますよ。あ、手はある。ミッキーマウスと。ディズニーランドで。さすが。さすが、ゆうち。ゆうち。プリンスだね。いいよ、いいよ。いよいよ。ミッキーマウスとね。はい、偉いよ。しかもミニーじゃないからね。うん、ミッキーマウスとね。ミッキーと。まさかの。ああ。ゲ、まあ、それは、違います。違いますからね。ゆうちはちゃんと女子が好きですからね。はい。はい。ゆめさん、間違いのないように。はい。まあ、そこでも時間になってきたので、一旦このコーナーは閉めて。まあ、次のコーナーも、ね、ありますので、はい、では曲の方、ゆちからね、あ、そうですね、お願いします。自分のおすすめ、まあ、これも夏におすすめな曲なんですけど、おいいね、DJ スネークでミドル、どうぞ。ああああ、懐かしい。あ、これちょっとだるいよね、この歌。でもさ、みんないい感じの曲ばっかりだね。うん、みんな本当に。ありがとうございます。めっちゃかっこいい。山下さん、褒めるの上手でしょ。すごい、褒め上手は褒め上手んだよ。でも持てない。持ってますよ、持ってます。何名いるんですか。でも、遊んだ方がいいですよね。座席に持つ遊びだったら、持てる遊びだったら持ってます。責任。チェリーはちょっと無理がない。
怖い。マブヤマブヤマブルテックミス俺。やばいやばいやばい。あ、チェリー、何したら、何したらこんなの。チェリーボーイで引く引く。チェリーボーイで引くしこんな。違う、これ倒れるあれがね。あ、そうそう、これ。びっくりした。びっくりした。やばいやばいやばい。もうやってみて。これもうこのやったらもうやばい。ユーチワンモアって言ってワンモア。ごめん。なんで？ああ爆笑。サファサファリストさん。サファリストさん笑かす。まあ熱い。最高だな。めっちゃ最高。怖いな。ふわふわしちゃうな。待って。これは映像で。まあならではですね。映像でしかお届けできない。確かに。皆さんお得情報これ。お得情報これ。自分で言うな。あ、これこれこれよく言うやつだよこれ。誰が？ゆうちと姉さんとあゆかと山内さん。これをやるやつ。はい、おかしいでしょ。ふっさとゆうちとあゆと山内さん。最初、私の車で流れてる時にあなたとあなたとあなたと私と私その後から、ゆうちとゆうちとゆうちとあなたとあなたとゆうちいっぱいいるゆうちいっぱい曲閉めてよ。美味しい。今日はポークと卵が食べたい。閉めていいですか、一回。曲ので CM 行きます。 CM 行こう。はい、お届けしたらいくら。はい、お送りいたしましたのは DJ スネークでミドルでした。続いてのコーナーは R30 でございます。何ですか？ CM 行っちゃった。あ、大丈夫です大丈夫です。 CM で、はい、これ勇気閉めるときにじゃあこれも行っていつもザボニーでロビンシップ乗った OK です。2週連続だね、ロビンシップ。先週もでしょ。好きだわけよ。R30 タイプ。うん、言いません。R30 は誰がやるの？あ、自分です。あ、はい。エコーも最初の R。で、テーマもエコーでしょ、姉さん。今日のテーマ言います。あ、いいよ、言ってたい。あの、はい、私がちょいちょい抜けるはずだから。はい、はい、はい。来週も出張でですね。どこに出張っていうの？おやすみ。おやすみ。翔平はやるかね。じゃあ来週は、ね、よっしゃ。あ、始まった。ラブ R30。 さあ、このコーナーは平均年齢30歳の私たちがちょっぴりアダルティーに男女の恋愛観について毎週テーマを決めてラブを語るコーナーです。今日のテーマはタイプ。リスナーの皆様のラブについてもお聞かせください。はい、はい、今日のトークテーマがタイプ。すごいな。あ、ハマりそうだね。もう一回もう一回もう一回、ゆうちもう一回、せーの。今日の、あ、タイプ。え、グダグダだな。あとかいいね、まあ、エコー聞いてた。タイプ、タイプって言ってもいろいろありますけど、まあテーマはタイプなんだけど、まあこの年齢に応じて。そう、10代の時のタイプと、うん、20代の時のタイプと、また30代からの異性のタイプっていうのを変わって来てないかとかいう話とかね、うん、
そういうことなんですけど、でもやっぱりアダルティーな内容がいいな、うん、そうですね、やっぱりアダルティーなあのラブを語るコーナーですからね、全然アダルティーじゃないよね毎回ね、そうやっぱりプレあのチェリーボーイがいるから、そう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 、あんまり過激な話できないんですよ、ね、本当に俺で中和されてる見事に、うん、ね、そうそうそう中和言えないんだよね、話したいんだよ、知ってください、もう多分わからないから、うん、どっちみちわからないからトイレに走ってったらどうしようっていう怖さがそうそうそうもう大丈夫、うん、はい、そう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 、チェリーボーイついていけるかなということでナミさんからもメッセージ来てますけどね、はい、タイプ、うん、タイプ聞いてみますかうーん、まあ私はですね、うん、ギャップがある人が好きですね、ギャップ、ああ、うん、ナウのタイプね、そうナウの、うん、ナウのタイプ、ナウっていうか、あそう今もう30代、そうそうそう10代20代30代のなんかこの変化っていうか、うん、そうそうです、変化はですね、まあ、うん、さっきのあれとギャップとかあるんですけど、まあこれは前からもう一緒なんですけど、変わらずのギャップはもう20代から今でも変わってないんですけど、変わったことが、うん、あのヒゲが嫌いだったんですよ、うん、昔20代まではひげ生えてる人が嫌いだったんですね、うん、ちょっとなんていうの不清潔ではないけど、へで30代になってちょっとひげが生えてる男性でちょっとなんか色気を感じる年になってきましたね、なうなう、なうだからひげはいいかなと思って、まあ、この人がひげが似合ってたら、はい、あの会っても全然構わない、トム・クルーズ的な、トム・クルーズ的な、あそうそうそう、ジョージ・クルーニーって言いたかった、あジョージ・クルーニーそう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 、なんか分かります、 あの生え始めは痛いじゃないですか、ちょっとチクチク、ちょっと痛い、何体験なじゃないじゃない、なんか変な意味じゃない痛いじゃない、サボったりとかよ、誰ねニヤニヤしてるのは、え誰ねニヤニヤしてるのは誰ですか、ニヤニヤしてるのは、ね、まあ一旦ツーキャスが止まって、今から 10代の時ってうん、どうだった、どんな人が、10代10代の時どうでした、一目ぶれでした、もう10代は、あただ単なる外見キュンみたいな、外見重視、中身は、うん、中身は分からん、あとから本当、うん、あとから気持ち悪いってなるわけよ、さっきみたいに、あ一貫してるのが10代、うん、20代は10代にしても身長絶対高くないと、男じゃなかったもう、10代あ身長高くないと、身長高い人にしか目がいかなかった、うん、それ言ってたよね私も、高い、うん、今は高いってズバ抜けてたから、まあ、全然関係ない、今は中身中身汁、中身汁、中身汁、うん、ってなだけなんかで、ね、ユーチはイナムルチなんだよね。そうそうそう、まあ、チェリーボーイ。あのちょっと甘いさ、味噌が、はい、味噌が甘いっていう。あ僕が、うん。味噌が甘いと。そう、女をあの見つける味噌が甘いまで。さっきも言ったじゃないですか、あのねこうやってモデルさん同士で撮影とかもあったんですよ最近、うん、ユーチね。うん、そうね、女性とのパートナーで撮影とかあったら、なるけど電話番号とか LINE 交換したって聞いたんですよ、そしたらしてないと、うん、そういうところで出会いを見つけないとどうするのっていう話をねあのお姉さん的にはあのさっき説教したんですけどもね、恋愛させたらダメっていう話から、そうだね、今 AKB 的な今なんかもう裏話暴露だね、もうユキに彼女を見つけようってみんな必死みたいなね紹介しようっていうね、紹介しようっていうね、募集してる、絶賛募集中です、募集中です、募集中言ってないですけど、はい、まあね、姉さんのタイプ、じゃあ身長が高い人が、あの10代20代の話でしょ、うんうんうん、とりあえずそんな感じだったんですよ、身長最優先、そう最優先だね、最優先でした、でした、あとで、うん、スポーツやってる人絶対、うん、なるほど、じゃあさ、まあ、タイプって言ったらもうやっぱり最初はみんな、なんていうの、後から中身知るさね、あ外見もある程度、外見は何見る、一番男の人のどこを見ます、男の人の肩かな、肩幅、うん、あはかっちりしてる人がいい、あは、肩
バスケット選手みたいな。バスケット選手より私ハンドボールやってる男が好きなんですよ。ハンドボール、あ、そういうことね。そう、なんかかっこいいんじゃないですか、ハンドボールって。うん、かっこいいかっこいい、うん、うちの弟もハンドでした。ワイシもハンドですよ。あー、すごい。あ、だから結構肩幅広いですよね。そうやっぱり腕を使う球技なので。昔からハンドボールやってる人かっこいいっていう。まあ、かっこいいですけどね。うん、かっこいいですね。ちなみに自分もやってましたよ、ハンドボール。そうなの？ YouTube やってたの？小学生まで。小6まで。小学生はまだ成長段階だからね。成長段階だからね。まだね。キャサすぎるよね、キャシャ。細いよね。細い。細いからね、ユーチはね。まあ、ユーチ、まあ、男性目線として女性のパッて、はい、このなんていうの、何見る？まあ自分はおっぱいとか言うのよ、また。話はやめよ。山内さん。足とお尻ですかね。足とお尻。足とお尻。はい、ああ、でもお尻ってなんかお尻重要くないですか？重要らしいですね。あれでしょ、お尻の高さとかでしょ。そうなんかやっぱ見てしまいますね。うん、足となんか聞きました、男性は20代前半までは上、うん、上半身見るけど、だんだん年連れに行くにつれて下半身を見るようになるっていうことを聞いたことある。山下さんは違うけどね。山下さんはどうなんですか？お尻、うん、お尻なんですか？なんかこの人こんなに細いのに、あ、こんなに胸あるんだみたいな話してませんでした最近。やってたね。最近やってたよね。そういうギャップがいいみたいな。そうそれはギャップね。でも最初に行くの、お尻あ、やっぱりお尻、うん、お尻に行くんだ。なんだろう、お尻。どんなお尻が好きなんですか？プリプリッとした、うん、あ、ベタっていうのじゃなくて、横から見たらちゃんとあるみたいな。ラインがね。叩きたい。叩きたくなる。お尻を叩きたくなる。小さい子で言ってるけど大きく言いますよ。どんな時にお尻を叩きたいのか知りたいな、姉さん的に。山内さん、でもその気持ち分かる。山内さん、私もなんかプリッとしてる男の人そばから取ったらパチンってやりたくなる。野球部のお尻みたいな。そう あ、野球部のお尻って。でもある、野球部のあるね。あ、お尻は硬いと思います。なんでね硬いし、調子なんで、調子野球やってるでしょ。あ、この調子の触ってみないといけない。だからね、あのいるんですよ、萌え仲間、野球甲子園行った。今日調子ラジオ聞くって言ってましたよ。あ、本当ですか？聞いてる。萌え選手の萌えの時に。あ、ちゃってやってるはず。あ、ちゃってやってるかもしれない。まあそうですね、うん。私は男性のどこ見るかな。うん、笑顔を見ます。笑ってる顔。それはもう顔は、それはね、外見で言うと、そう外見で言うと腕。あー、あるね、腕の筋肉、うん、筋、うん、筋までは見ないけど筋肉筋とか見ますね。例えば私プチスイートで働いてたんですよ、ケーキ屋さんで。でお会計するじゃないですか、あの入ってお釣り渡す時に腕見てるんですよ。あ、もうフェチだね。フェチ、うんうんうん、フェチなんです。腕フェチで。タイプは、タイプ、男の人のタイプですか？笑顔前笑ってる、めっちゃもう大声やって笑う人が好き。あ、思いっきり笑う人、思いっきりテレビ見てても笑ってる人とか、うん、何かにリアクションがすごい、笑顔でリアクション取る人が素敵だな。正反対だね、うん、私はゆっくり笑う人が好き。ゆっくり笑う人が好き、うん、優しく微笑む人が好き。微笑む、ワイシが微笑んでるのは見たことないけど。あの本当にテレビ見ててもワイシどんな人なの？本当に謎のワイシ。あの、なんていうの、バラエティ番組、うん、爆笑して笑うさ、はいはい、座りながら口だけふんふんだけ毎回、ワイシはそうなんですよ。でもそれもタイプだったから結婚されたんですよね。タイプではないですけど、あ、まあ、頼りになる。あ、そうですね、あ、そう、うん、タイプ分かった。うん、中身汁だから、うん、責任感のある男、はい、自分が発した言葉に対して責任取れる人っていう。そう、はいはい、うん、でも大体今までお付き合いしてきた人ってそういう人かもしれない。あ、やっぱ尊敬できるというのかな、うんうん、なるほどね。外見に騙されない私は。これ YC のことじゃない。中身汁、中身汁ということで、まあ、結論はね、はい、
でマミーさんは横顔のラインが綺麗な人が好きって、あはは、は横顔のライン分かる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 、車運転してる時とかずっと私見るもん、見えて、あ、分かる分かる、お尻のスパンキング、スパンキング、スパンキングで叩くってこと、スパンキングペチみたいな、よしペチってね、まあその気持ちは分からなくないですけども、はい、そっか、じゃあもう時間もあれですので、はい、じゃあ今日の、もう結論から言うと、中身汁ということで、はい、中身汁ということでね、30代の平均年齢30歳、私たちが出したタイプの結論は中身汁ということでコーナー締めましょうはい、じゃあ姉さんおすすめの曲を一曲お願いします、はい、じゃあ姉さんおすすめの曲で、先週に引き続き、ロビンシックの It's in the morning、 どうぞなんかエロいぞってきてる完全にエロい、中身汁最高だな、最高、全然面白いあ、マシャさん、コメント来てる、誰ですか、マシャさん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 、これ電子面白いよ、この前、あ、DJ 番組うちでもやってる人なんですよ、あ、そうなんですか、そうそうそう、あ、マシャさん、オーライ見に来ましたって、ありがとうございます、ありがとうございます、ナミーさんも来てるよ、私は高身長で筋肉あってエスな人が良かったけど、ああ、めっちゃド M じゃん、すごい、私みたいだね、高身長私ド M S の人と、まあ、エコー聞いてなかったけど、来週 S か M かする、あ、でも姉さんがいないからや、あ、いないんだ、姉さんがいないからな、出張なんですよ、出張だからな、姉さんいるときやったらユッチーがどっちかも気になるし、うん、ね、気になる気になる、あ、一応、あ、山内さんは来週お願いします、一緒に一緒に参加で、あ、いいね、いいね、山内さん参加で、姉さん韓国から参加するよ、韓国から参加でお願いします姉さん一言、ハングル、ハングルあれを、いやいや、ユッキー、あ、何かいいのあったら送ってください、韓国語、あ、一言、あ、来週パドでいいんじゃない、海、あ、来週海テーマにしたら、今日はチャゴ、今日チャゴ、チャゴ、ビーチパーティーの話です、お、AKB ファンさん久しぶりです、皆さんこんにちは、こんにちは、昨日サファリストさんが、本当に面白いですよ、この番組、もう笑わすね、笑わすか、面白いですか、本当ですか、うん、笑わす、ありがとうございます、もう終始下ネタしか喋ってないっていう、ね、ネタ結構あるんだけど、はい、あるんだけど言えないんでしょ、だってセブンブリッジのオーナーですとか言ってんだよ、そうですね、言いたいけど聞こえてるね、仮面つけとけばよかった最初でもね、姉さんだけにしといてからねムーサラペッサさん、このメンバーは初めてですね、よろしゅーって、よろしくお願いします、このメンバーでユッチのタイトルから、はい、入りますね、はい、すぐタイトル、あの前のバンバンバンなんだっけ、あ、バンヤン、バンヤン、バンヤン、もうあと15分、曲締めもいい、あ、曲締めいい、じゃあいくよ、曲締めいきます、お届けした曲はロビンシックで It's in the morning、 パンやパン、さあ始まりました、プリンスユーチが独自の世界観で本日のお題について語る真剣ユーチのしゃべり場、本日のお題はビーチパーティーは何して過ごす、そして最近初めて韓国に行ったユーチの一言ハングル講座もあります、イエーパンやパンやパンや、パン食べたい、お腹すいた確かにお腹すきましたけどもね、ユーチどうした今日、パン屋元気なかった、
パン屋タイミング逃したんだよ。タイミング逃したんだ。パン屋行ったよ。行った。あ、行った。小さかったらパン屋パン屋パン屋いつもだったね。パン屋とか言うのに。そう。うちパン屋やわ。パン屋。パン屋。やばいな。はい。元気ないね。元気ないな。で、ビーチパーティー何してます？ビーチパーティーはビーチパーティーだよ。なんか今日お題グダグダじゃないこれ。本当？でも大丈夫じゃない？ビーチパーティーは何して過ごす？例えば、まあ自分なりの過ごし方あるじゃないですか。ビーチパーティーの。そうそうそう。もし行った時に。どうするか。自分はなんか、おすすめのなんかある？まずナンパする。おー、あ、待って、キャラがどんどん連れてって、あのミッキーマウスとしか手をつながない男。でも聞いてみたい、どんなしてナンパする？どんなしてナンパするの？ Hey, what's up? みたいな感じで、もう限られてるさ、もう結構ちんじゃないさ、もうダメさ、もう Hey, what's up? って言ってビールちょっと持って行って、うん、一緒に乾杯しようみたいな。混ざらないかみたいな。Yeah, yeah. これは一人で行ってる時、仲間同士、お友達と行ってる時。友達の手ですね、一応。あ、友達と一人で行く。下ネタか。そこ。待って待って待って。一人で行く。一人でビーチパーティーにナンパ目的で行くわけじゃなくて、あ、そうそう、友達とビーチパーティーをしてる席で、うん、あの友達に、まあ、2人ぐらい連れてナンパをしに行くってこと。そうそう、一緒に飲もうぜみたいな。あ、え、どういう感じで話進めていくの、ナンパの仕方は。どうすかね。Hey, what's up? っつって、うん、まあ、ビール乾杯しようみたいなの言って、うんうん、もう無理やり、うん、無理やり、無理やり危ないから無理やり、無理やり、危ない仲間無理やり、仲間無理やり、乾杯しようっつって。これ最終目的は何ですか、ナンパして。最終目的はまあね、仲良くなること。あ、仲良く、ね、連絡取り合う。そうそうそう。はあ。まあ、でもなんかね、ビーチ行くと開放感に、うん、なんかね、夏だし、そうそうそう、暑いし、ちょっと開放感になりますよね、人って。そうですね。まあ、うん、多分その開放感からなんかこの、うん、ね、みんなでちょっと騒ぎたいっていう。ああ。じゃあ一種のクラブ的な。そうそう。一種のクラブ的。まあ、ビーチパーティーって本当贅沢な過ごし方ですもんね。まだ、まあ、朝から行って準備して、朝から準備しながら飲むわけですよ。はいはい。だから昼から飲むなんてね、贅沢な話、超最高、超最高ですもんね。やばい。そうそう、ビーチパーティー好きですけども、姉さんでもビーチパーティーのイメージがない。確かに。うん。うん。うん。じゃ、一応この間ビーチパーティーしましょうって言ったら、あ、いいよいいよ、セッティングしてねって言われた。セッティングしてね。あんなの、あの、あゆが、あゆちゃまがやってくれるんだったらいいよっていう、上から、尻上から目線で、誰だこんなこと言うの。誰かだよ、誰だよ、もうっていう感じでしたけども、 でもやりたいですね、ビーチパーティー。皆さんあんま好きじゃないの。誰、あの、ビーチパーティー。そうでもない。うん、うん、全然、うん、日焼けがね。あ、そこか。そう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 。まあ、痛いですからね。日焼けするのがね、あんまり、うん、ほら、良くない人もいるさ、うんうん、合わないもからね、うん、そうそうそう。でも、あれ、うん、あれ、今週ね、うん、土曜日、みんなで泊まりしに、あ、そうだね、そう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 、あ、そうだ、みんなでね、日曜日ね、ペンションだからね、ペンションにね、行くことになってますからね、ヤガジの方に。ヤガジでパン屋してこよう、パン屋。ヤガジでですね、大人運動会を、そうそうそう、あの、180名ぐらい、そうそうそう、で、しまれたじゃないですよ、しまれたじゃない。なんか、大人の運動会って、なんか、ちょっとエロいね。エロいですけど、まあ、大人がガチで真剣に運動するっていう、ドッジボールとか、まあ、パン食い競争だったりとか。パン食い競争はちょっと嫌だな。そう、それをやって、まあ、夜はあのみんなホワイトコーデでドレスコードを決めて、はいはいはい、180名でして、シャンペンとか飲んで、大人のパーティーを楽しむっていう、いいですね、あの会があるんですけどね。でも日焼け止めって塗る？日焼けでも塗らないです。塗らないの？むちゃむちゃするから嫌です、私。嫌だよね、うん、いや俺めっちゃ塗りますけど。塗る？海塗ってそうね。海って、あの、手とか。ああ、手とか足も全部塗ります、お姉さん。お姉さん塗らない。塗らない。え、あの、日が出る時間に行かない、夕方ぐらいから行かって、もう面白くないな。ビーチパーティーの話してるのに。セレブか。いざ、ね、なるそうそう、だから夕方、まあ、まあ、私たち朝から準備して、姉さんが、まあ、あの夕方ぐらいから参加っていう形でね、そう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 、やりましょうよ。片手にね、うん、シャンパン持ってハイボールですよ、ハイボール。でもビーチパーティーってさ、まあ、うん、海泳ぐ
あ、泳ぐ、泳ぐ、でも泳ぐ、泳ぎ、泳ぐ、泳ぐ、ビッキニ履く。沖縄の人って水着着ないじゃないですか。あ、まあ、最近は増えてきてますけど、若い子とか、うん、YouTuber、カイパン、カイパン、あれじゃない、ブル、あれじゃない、V パン、V パン、あー、V パンたまにもっこりもっこりだ、もっこり、もっこりはちょっとさせないんですけど、もっこりビキニ、あれ着てほしい。最近さ、うん、あのハリウッドのあれで話題になってる片方だけ支えるあれビキニがあるの分かる？じゃないんですか？あ、ビキニ、ビキニ、そうなの、うん、なんで片方だけ支える？あの、なんていうの、あれでしょ、なんてラジオでなんて説明したらいいの、声だけ。そうそう、普通さ、こういうなんていうの、三角の形になってるさ、それが、まあ、片方が斜め掛けみたいな、斜め掛けで、お尻にそのままクイッみたいな。ああ、そういうことね。そうそう、それをユチにあのショッキングオレンジのやつを着て絶対嫌だ、男の、そうそうそう。え、ガールズもそれあるんですか？ガールズはないっすよ。あ、そうなんだ。どういう目的？だってガールズ支えるものないでしょ、まず持ち上げなくてもいいから、持ち上げなくていいからさ。あ、そうそう。え、あゆさんビキニ着ます？あの、場所にもよります。あ、なんていうかな、人が多いと、そう、人が多いとつけない。まあ彼氏とかそういう人たちと行くときは行きますけど、うん、友達とかって、沖縄の人ってあんまり着る機会がないから、なんで着てるの的な、うん、ちょっと、うん、そういう感じで見られるんですよ。はいはいはい。だからまあそういう感じですね。別に日焼け対策とかではなく、はしてない。泳ぐときはもう夕方から泳ぎます。あ、昼は肉食って、そう、涼しい。もう怖いんですよ、お酒飲んでるから。どこまでも泳げていきそうな気がするで足つかなくても、わかります。あ、そうそうそう、はいはい、姉さんはビキニとか着ます？着ない着ない。あ、もう着ない着れないもん。着れない。なんでですか？外人さんとかって普通にもうどこ出てようが何してようが、うんうん、普通になんていうかな、着るじゃないですか。恥を晒したくない。なんで恥、何も恥じゃないいやいやいや、スタイルいいのに。いやいや、全然全然、もう韓国行ってから詰めてこようかなと思って。 おっぱい、あ、いいな、私も行きたい。あ、今流行りの、今流行りの、今流行りの、ちょいちょい行きながらいじってるんだけどさ。あ、やっぱりそうだよ、そうだよ。どうだろう、なんだろうね、うん、上はでも、うん、あの去年石垣行った時に、うん、あのちょっとお友達と行った時に、うん、このプライベートなこの島、あの、うん、離れ島、うん、なんていうの、船でしか行けないところに行った時とかだと、うん、全然、あ、もう人がいないところ、そう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 、あれなんですけど、行くけど、はいはいはい、そう、うん、なんですかね、やっぱり気になりますよね、自分の体型っていうのは、うん、コンプレックスはね、韓国で詰めましょう。はい、韓国で詰めます。あ、韓国で詰める、うん、お金ちょうだい。大丈夫ですよ。まあそうなんですよ、マーミーさん、沖縄の人は水着着ないって、初知りって、うん、そうだ、向こうからね、向こうの人かたちからしたら、うん、本当に信じられない話みたいです。日光がめっちゃ強いですから。強いですよ。そう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 、あの沖縄の日光をバカにしちゃいけないと思います。そうそうそう、救急車にね、あの東京の人とか、まあこの内地の人がね、うん、運ばれてるのも何件もありますからね、うん、毎年しょありますよね、うん、脱水症状を起こしたりしますから。危ない、本当に。うん、日焼けする目的でだったら、もうちょっと10分ぐらいですぐいいと思います。何着るのって着てるナミさん。体育着。体育着。それもまたエロいよ。や、体育ブルマ、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 やばい。たまにハミパンとか。ハミパン、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 懐かしい。私中学校までブルマだった。嘘、中学だよ、恥ずかしくない？ハミパンした？ハミパンしたくなくて、みんなほら体育座りするさ、ハミパンしたくなくて、なんていうの、ずっとつま先、なんていうの、あ、浮いた感じでやって、本当にしびれて動かなくなったことがある。もういつもこうだったけど。見て見てみたいな。見てみたいな、最高だね。汚いって言われてたはずね。普通に座ってる子いましたからね。何、みんな何着るって言ったら、あれじゃない、なんかキャミ、なんね。ホットパンツに、うん、ホットパンツに、もう普通に T シャツとかですよ。そうそうそう、そっちの方が考えたらエロくないですか？ T シャツの中からブラジャーが覗かせるわけですよ。あ、ブラジャー履かないよ。エロミスさんも待って、履いてもらっていいですか？あ、じゃあ水着着ますよ。水着着て、あ、中からね、あの上から、うん、なんか水着を生んだ T シャツね。そうそう、 T シャツは着ないな、なんか水着を見せる
見えても大丈夫。あ、そういうことね。なんかなんかそういうの着てますよ、沖縄の人、はい、もう男性は着てるよね、海パンね。でも上は脱がないよね。そうっすね。沖縄の男性って海パンは着るけど上は脱がない。 T シャツ長いやつ着たりもします。ラッシュガードとかね。うん、ピチピチ、そうだね、ピチピチのとかね。ほんと痛いから、痛いからね、日焼けしたら、ね、あとなんかハブクラゲもいるじゃないですか。ハブクラゲいる、刺されたってば。私やばいよ、ね、小学校の時ハブクラゲ、あれから海あんまり行かなくなったかもしれない。あ、恐怖だって。それ対策もありますね、洋服着るっていうのは。あ、やっぱ、うん、着てたら刺されないの？刺されないです。あ、本当に？うん、もし刺されても、うん、やっぱちょっと触れないじゃないですか。そうそうそう、中に入らない限り。だからもうよっぽどピチッとしたやつを履いた方がいい、ハブクラゲンはね、うん、そうそうそう。まあ今時間は大丈夫ですかね。4分、残り4分ということで、はい、まあユチの今日は、ね、今日のハングルは何ですか？あ、今日のハングルはチュエゴ。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 何がチュエゴなんですか？これは、やっぱ海行った時とかに、うん、あーもうやばい最高みたいな。最高ですね。最高。最高って意味。そうそうそう、最高。最高。チュエゴーみたいな。またやった。梶原さんすごいなということだね。はい。海チュエ。海チェゴ。海チェゴ。海は日本語だけどね。パダ。まだ。パダ。パダチェゴ。パダチェゴ。パダ。何ですかね。ね。続けたこれで海最高ってなってるんですかね。そうだと思っております。オッケー。誰か調べて翻訳で。はい。じゃあゆうちの。ゆうちの。はい。紙。今日本日の。ゆうちしゃべりはお届けいたしました。そのままエンディングでいきましょう。はい、はい、1時間生放送でお送りしましたが、はい、どうでした今日は。また、うん、姉さんテンションおかしい。姉さん今日いつもよりは元気ないですね。なんか、まあ、日々の、社会に揉まれてお疲れモードでございます。社会に揉まれた大人。お腹すいた。お腹すきましたね。お腹すきました本当に。今日はね、ゆうち途中でこけるしさ、今日噛みですね。今日噛むし大丈夫かねってきてるよ、かなやんさんが。ゆうち夏バテ、夏バテ気味ですね、うんうん、なんかホット体が。ホット。でもなんといっても3回目ですからね、ラジオ喋るの。そうですね、先週グダグダでしたよ。もうあやちゃんも休んでるから。いや私見てましたよ、声がガラガラで喋れなかっただけで、参加してましたから気持ちは。あ見ててから、あもうゆうちみたいな、ここでここ言うなみたいな。教えて。そうそうそう、言いたかったけど、うん、まあね、そこで説教したらテンション下がるだろうなと思って、あーメールは送らなかった。来週はじゃあ私は出張先から皆様を、はい、見ています。はい、ますね。あ、そうですね、そうです。また来週は翔平とゆうちと私で、はい、3名でお送りするんですけど、姉さんはお仕事で出張ということでお休みになりますので、はい、また来週もよろしくお願いします。じゃあもうお時間来たのでいきますかね。本日も1時間生放送でお届けしました。皆様お付き合いありがとうございます。また来週お会いしましょう。お相手は、あゆちゃま、ゆうち、姉さんでお届けしました。バイバーイ。バイバイ。グッドアフタヌーン。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。皆さんありがとう。はい、テイク読んでないんで、テイク読もうか。あ、オッケーです。忘れたね。行く。はい、行くよ。はい。あ、誰が読む？ゆうち。はい。セブンブリッジ、この番組は宜野湾市普天間デイゴ通りにあるセレクトショップセブンブリッジ、北谷町美浜スポーツストレッチングスペシャリティ 3S 沖縄店の提供でお送りいたしました。え、お疲れでした。遊びに来てねって、マシャさんの番組もう人気なんで。ああ、ぜひ、うん、マシャさんね、金曜日の夜10時ぜひ行きたいです。
ゲストを呼んでください。ありがとうございます。